こちらがあのバーになりますね。お酒屋さん。すごいおしゃれ。高知市から車でおよそ50分、四万十川の中流に位置する四万十町。久保川地区の商店街の一角にあるのが、今年創業120周年を迎える老舗の酒蔵、文元酒造です。5月1日、文元ブリュワリーとしてリニューアルオープンを迎えます。バースペースは紺色を基調としていて、とても落ち着いておしゃれな雰囲気になっているんですが、天井を見ると大きな梁があって、こちらは創業当時のものをそのまま使用しています。レトロな雰囲気が楽しめますね。ここに座ってお酒が飲める日がとても楽しみです。文元酒造は桃太郎をはじめ数多くの日本酒を送り出してきましたが、2020年3月、コロナ禍で商品が売れず、酒造りを停止。スタッフのほとんどが蔵を去り、廃業寸前だったところ、四万十町の町おこしに関わっていた高知市の阿部達也さんが、事業の買い取りを申し込みました。ただでさえこう賑わいがね、なくなってきている中で、最後の老舗の蔵がなくなれば、ますます人通りもなくなって、寂しい町になってしまうということもありますので、なんとか残したいなと。再建の切り札として茨城で長年杜氏をしていた石川博之さんをスカウト。一からやり直す、再スタート切るという、そういう本当に新規立ち上げにほぼ近いような形なので、そんな機会めったにないのでね、当時としてそこに携われるというのは、それすごく魅力的だなと思いました。去年7月から10人体制の大規模な再建が始まりました。木が生い茂っていた中庭をきれいに整備し、酒タンクや精米機などほぼすべての機械を新たに導入。倉庫はスタッフ総出で張り替えや塗装を行い、県産品が購入できる土産物コーナーに。外壁はイメージカラーの濃紺に塗り替え、酒や軽食、スイーツなどが楽しめるバーを新設しました。他にも Wi-Fi やプリンターが自由に使えるフリースペースを整備。蔵でありながら地域の憩いの場を目指します。今月21日には3年ぶりに酒造りを再開し、販売に向け急ピッチで準備を開始。地元のブランド米ニコマルを使った新日本酒ブランド四万十を立ち上げます。現在純米大吟醸のみで販売価格は未定です。酒蔵というのはその町の文化というか歴史みたいなのものだと思うんですよね。それをやっぱりなくしてしまうのは本当にもったいないし、オラガ町の酒蔵ね、うちの町には文元酒造四万十っていうお酒があるよって町外の人に言えるような、そんなお酒を作りたいな、頑張っていかないとなと思います。本当に次の世代にね、残すというか、生まれ変わりましたね。四万十町の文元ブリュワリーの店舗とバーは5月1日にグランドオープンします。店舗とバーは水曜から日曜祝日の営業で、ゴールデンウィーク中は毎日オープンしています。また純米大吟醸四万十は5月1日から予約の受付を開始するほか、店頭でも購入することができます。